はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、今食虫植物界隈で結構沼にはまる人が続出なあの植物について皆さんにご紹介しようかなと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは早速ご紹介していきたいと思います。はい、ということで最近ね、もう連日のように X 界隈では沼にはまる人が続出しております。あの植物を今日はご紹介しようかなと思います。まあもったいぶらずに早く言えということで、今回ご紹介する植物がこちら、キューコンドロセラのご紹介になります。まあ前回のね、結構前か、ランテンの時にご紹介はしたんですけれども、これ一応スカモサね、これまあ後で説明しますね。でこっちがゾナリア、まあこんな感じでね、うちではまあ2鉢しかまだ育てられてないんですけれども、今こんな風に育てている状態です。でまあ成長記録というほどでもないんですけれど、まあ一回り大きくできたかなっては思ってます。ゾナリアの方はね、一応まだちょこっとね、生き残ってるけど、もうそろそろ終わりかなーって感じはしてますね。ちょっと用土がすごいちょっとあんまり状態よろしくなくなっちゃったんで、まあ休校になったらね、植え替えというか、まあ保存の仕方もね、どうしようかなとか、これ本当にどうやって育てたらいいんだろうなーって思う日々だったんですけれどもまあすごいこのね、界隈でこう頑張って情報を発信されていて、すごく普及に努めている方がいらっしゃいます。その方がですね、なんとこの度玉泥だけの図鑑をね、発売していますということで、なんじゃそりゃっていうすごーって思って、まあどんなもんかめちゃくちゃ気になっちゃったんですよね。でまあその方のね、ポストのおかげで私もこんな風に玉泥を育てたいなって思うようになったので、まあ、ぜひちょっとその図鑑買わせてくださいと DM を送ったところ、まあ快くね、販売してくださって、つい昨日ですね、到着いたしましたので、そちらの図鑑についてね、ちょっと皆さんに お伝えしようかなと思います。一応ね、許可取ってるのでDM で一応許可取りました。で見せていいページもね、教えていただいたので、そちらのページちょっと皆さんにお見せしながらご紹介できたらなと思います。それがこちらです。はい、ということでこちら、キューコンドロセラ図鑑、私いつもカギさんってお呼びしてるんですけれども、まあ、こんな立派な表紙からこんなかっこいい裏表紙まで、すげーこれ個人で作ったなって普通にもうなんか書籍になってますよね、ちゃんとね。でまあもう表紙から、まあ、結構ここら辺スカモさんなんですかね、まんま私詳しくないのでちょっと読み込もうかなって思うんですけれど、表紙からめちゃくちゃ綺麗ですよね。モウセンゴケってなんかどうしてもカペンシスみたいなちょっとひょろっとした感じで粘液が出てて、まあ、補充する様子がすごい面白いっていうので、まあ、世間にはね結構認知されてると思うんですけれど、まあ、こんな風に地上で結構ロゼット型になるタイプだとか、まあ、すごいなんていうんですかね、木みたいにこう立ち上がって枝みたいにちょこちょこ生えてくる子なんかも、まあ、玉泥の中にはいたりします。まあ、そんな風なで結構希少性が高いですよね。まあ、なかなか手に入らない、即売会でもやっぱそこのこの方とか、まあ、そういう方を中心にした少しの方しかやっぱりこう販売できてないっていうのが結構今の状況だなって思いますし、同じ食虫やっているお知り合いの方でもなかなか玉泥やってる方って意外と少なかったりしますね。まあ、ダーリングトニアよりなんか人口が少ない気がしますけれど、まあ、先日が玉泥展みたいな、ちょっと私は行けてないんでわかんないんですけれど、なんかそういうイベントもされるぐらいで、そのイベントめちゃくちゃ大盛況だったみたいで、まあとんでもない人がきっとこの沼に落ちたんだと思うんですよね。その際に発行されたのかな、その時にこの図鑑がこう世に出回ったということで、まあ、結構一時期話題になりましたね。で今年は私も玉泥いっぱい育てられるように頑張っていきたいなって思っております。
はい、では早速中身なんですけれど、まあ、1ページだけ、ね、ここだったらいいですよって言ってくださったので、そちらちょっと皆さんにご紹介しようかなって思います。ちょっと光の関係で見づらいかもしれないんですけれど、まあ、こんな感じで、一番驚いたのは家の写真じゃないのもあるんですよ。もちろん多分ご自宅で育てられてる写真が結構メインだとは思うんですけれど、なんか普通にね、こう自生地の写真とかがね、普通に入ってるのがもうやばーって思って、まあつてで入手したのもあると思うんですけれど、多分この著者の方は、まあ、オーストラリアに結構足を運んでいるようで、後半にはねオーストラリアの植物なんかも載ってたりして、すげえなーって思いましたね。普通になかなかこれ趣味じゃできないですよ。本当にお好きなんだなってすごく感じましたね。で、まあこの図鑑、まあこのページだけだとね、あ、ただの図鑑なのかな、まあ、いろんなね、まあ、玉虎が載ってる図鑑なのかなって思うかもしれないんですけれど、前半部分でめちゃくちゃ細かく育て方が書いてあります。それがすごくやっぱ参考になりますよね。未だに玉虎ってこう育て方が認知されてないというか、やっぱ難しいイメージがあるんですよね。こう寒気とこう成長期っていうので結構分かれて、なんか明確に分かれてて、なんかハエトリソウみたいに休眠させとくとかそういう感じってよりかは、こう球根ができて、でその球根をちょっとうまく保存して、で、まあ、タイミングで巻いて、でそしたら出てくるみたいなっていうところが、結構そのサイクルが慣れれば簡単らしいんですけれど、まあ、いきなり初めてね、まあ、でしかも年に1回しかチャレンジできないって言い方はあれですけれど、同じ植物だったらね、年に1回しかこう植えて休眠させてっていうことできないから、まあ、コツ掴むまでちょっと時間かかるのかなっては思っております。まあ、ただね、この著者の方もおっしゃってますけれど、何度もやっぱチャレンジして自分でコツを掴んで、やっと育てられるようになりましたよみたいな話も伺ったので、まあ根気強くね育てていきたいなっては思っております。だからこの子が気になるこれ一応スカモサなんですけれど、まあ急遽地上部が枯れましてね、あーこれやったわって思ってすごくショックを受けたんですけれど、まあ掘り出してみたらね、球根ができてたんですよ。あ、これは大丈夫なのかなって思って、まあ、ちょっと分かんなかったので一旦、まあ、ちょっとそれっぽい用土で植え込みました。でそっからうんともすんとも言わないので、まあ休眠シーズン入ったのかなって思うんですよね。でまあその保存の仕方とかも、ジップロック入れた方がいいですよとか、まあ、日陰置いといてくださいねとかいろいろ言われてって、ちょっと私もまだ試行錯誤中なんですけれど、まあ、一旦このままゾナリアが休眠するまでは一旦このままちょっと同じ場所に置いとこうかなと。でこの子も完全に枯れ切ったら、まあ、こっちは比較的うまくいってるので、こっちも枯れたらちょっと涼しい静かなところで乾燥させてね置いておこうかなって思っております。まあ、枯れたんだか球根はちゃんと生きてんだか、一応球根はあったので多分大丈夫だと思うんですけれど、ちょっと様子見でね管理をしていこうかなって感じです。はい、ということで今回の動画はちょっとご紹介とかがメインになっちゃったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、玉泥ね、育て始めた方でこれ買ってない人はね絶対買った方がいいと思いますよ。まあ、ただちょっといつまで応募できるかっていうのもわかんないんですけれど、まあ、もし気になる方は、まあ、X の方でねカギさんのアカウントをフォローしてちょっと詳しい内容は見てみてください。もしかしたらね第1回の販売はもしかしたら終わっちゃってるかもしれないんですけれども、フォローするだけでもね全然勉強になる方ですので、フォローしてみて、玉泥ねぜひ一緒にやってみてはいかがでしょうか。まあ、ぜひねゾナリアスカモサはちょっと有名な2つだと思うので、気になる方はぜひ一緒に育ててみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。